972年楠本修正誕生、976年爵位剥奪、978年幼年学校に進学、985年高級士官学校へ入学、990年参謀長入庁、994年エスターリヒクーデター勃発、998年ノイエラント革命、1002年帝都制圧、1005年国外遠征、1012年現在楠本修正公認独裁官にして帝国元帥。この物語は数々の戦いをくぐり抜け帝国を統一した世界最強の軍隊のその後の物語である。原宿の皆さん、こんばんは。劇団第14帝国です。それでは紹介しよう。第14帝国公認独裁官にして帝国元帥、楠本修正。臣民諸君、ようこそ我が第14帝国へ。わずかばかりの間、諸君らと共に楽しもうと思う。これが精神世界に語る我が第14帝国だ。You're gonna see a spectacle of Rise Ritter. He is the most awesome person and the greatest exciter of all. Here comes Shusei Kusumoto!世界の臣民諸君よ、精神世界我が第十四帝国にその身を置きながら物質世界に縛られた我が臣民諸君よ、全てが今夜始まり、全てが今夜終わる、全てが無であり無が全てである。ですね。ああ、全く見えん。それに伏兵だらけだ。危ない！待て！なんだ？
おい、機密書類でしょうか。いや、母親への手紙だ。敵兵だが、情けをかけても構わない。出しておいてやれ。臣民諸君、第14帝国へようこそ。楠本修正帝国元帥率いるライヒスリッター。ライヒスリッターというのは帝国軍ということである。修正元帥が作った私兵集団が皇帝陛下に認められ、ついには帝国の正規軍になってしまった。しかし、まだまだ国内には敵は多い。軍隊の世界も春になれば新人は入ってくるし、階級が上がったりと異動があるのは普通の会社と一緒だ。それではライスリッターの新人教育からご覧いただくとしよう。え？どんな教育かって？それはもちろん戦争だ。失礼いたします。どうも、幕長さん、戦況はどうだ？我がライスリッターの必勝の構えにございますから、万に一つも負けることはございません。相手はたかだか辺境の武装勢力だ。勝ったところで威張れたものではないがな。まあ新人たちにとってはこたびの戦いが初陣となりますから、勝つ経験も必要かと。かといってあまり甘やかすのもな。失礼します。左舷後方より敵襲です。バカななぜそんなところに。即反転し攻勢に転じよう。はっ、幕僚少将、戦線が伸びきっています。側面よりの攻撃、右舷壊滅いたしました。残存兵力を中央へ集めよう。全軍入り乱れ、敵味方の区別がつきません。このままでは同士討ちに。左舷壊滅いたしました。もはや撤収もままなりません。お待ちましょう少々、もう本陣を守る部隊はございません。どうかお下がりください。バカな、我々が辺境の武装勢力に負けるというのか。お待ちましょう少々、敵より降伏勧告が。敵は何と。は、勝敗は決した。退却するならば追撃はしないと。どういう意味だ。わかりません。あと武器は全て置いていくようにと。敵に情けをかけられても生きて帰れるか。おやめください。離せ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 。いやー、ずいぶんと活気があるなあ。毎年この時期はバタバタいたしますもので、うん、羨ましい限りだ。だってな、工具勤務ってなよ、堅苦しくてな、もうやだよ。はあ、できることならこのまま元帥軍に居続けたいよ。そうはおっしゃいましても、八尾上将にしか許されぬ任務でございますから。早乙女大将、どうした。以下への指令が完成しましたので、問題がないようでしたら告示して参りたい。おう、かまわん。真島少将も新人を連れ出兵中であるしな。真島少将なら万が一にも問題はないでしょう。たかだか辺境の武装勢力が相手ですし。新人を全員連れてってんだろ。親睦を兼ねたピクニックなんじゃねえのか。無論勝ってそうぜ。一人でも戦死者を出そうもんなら厳罰を下さねばなりません。まあまあまあ、そう堅苦しく考えるなよ。だってよ、な、誰だって初陣はあるんだ。だからさ、新人を全員初陣でこう圧勝してやろうっていう親心なんじゃねえのかな。親心でありますか。うん。まあ、ライスリッターとなった以上は、我々は皆家族のようなもんでございますからな。
とすると終生元帥の父として八尾上昇は母といったところでございますか。いやいやいや、母は早乙女大将の方が似合うだろう。では八尾上昇は俺か。あ、俺は、長男だ。それはちょっと無理があるかと。なんで永遠の14歳ってわけだよ。ずっと14歳やってんだよ。まあ、声だけだけどね。失礼いたします。八尾上昇、そろそろ皇宮にお戻りになるお時間でございます。なんだよ、迎えなんか待たせとけよ。もうかなり前から待たせてありますもんね。ったく、しょうがねえな。せっかく久々の元帥楽しんでるっていうのによ。また皇宮に戻って貴族様のご機嫌取りか。あー、もうやだ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 。分かったよ。こんなの今日持ってねえか。大丈夫か。では失礼する。はっ。